ハビ・マルティネスこと、ハビエル・マルティネス・アギナガは、スペイン・ナバーラ州、エステーリャ出身のサッカー選手。カタール・スターズ・リーグ、カタール SC 所属。スペイン代表。ポジションは、ミッド・フィールダー、ディフェンダー。ナバーラ州のエステーリャ出身であり、州最大のクラブ CA をサすナの下部組織に入団したが、B チームに所属していた2006年にまだ、 トップチームデビューを果たしていなかったにもかかわらず、600万ユーロという、高額の移籍金で、アスレティックビルバオと6年契約を交わした。移籍して、すぐに、レギュラーの座をつかみ、12月16日のデポルティーボラ、コルーニャ戦ではアウェーで2得点を決めた。デビューシーズンの2006から07シーズンは、リーグ戦35試合に出場して3得点を決めた。 2007から08シーズン、2008から09シーズンもレギュラーとしてプレーし、2008から09シーズンにはコパデルレイで決勝に進出した。移籍当初から2400万ユーロと高額な違約金が設定されたが、2008年の契約延長の際に3600万ユーロまで引き上げられた。キコとハビ・マルティネス2009年夏の移籍市場では、 プレミアリーグのリバプール FC がシャビアロンソの代役として獲得を狙っていると噂され、マンチェスターシティ FC からの関心も報道された。2009から10シーズンは公式戦46試合に出場して9得点を挙げた。リーグ戦では自己最多の6得点を記録し UEFA ヨーロッパリーグでは7試合に出場した。2011から12シーズンには 新監督、マルセロ・ビエルサの元センターバックのレギュラーとして、プレーした。2012から13シーズン、8月29日に、FC ・バイエル・ミュンヘンに完全移籍した。移籍金は4000万ユーロに上り、ブンデスリーガの史上最高額を更新した。誕生日でもある9月2日の、VFB ・シュトゥットガルト戦で公式戦デビューを飾ると、ユップ・ハインケス監督に、 大当たりとコメントされる活躍を見せた。11月24日のハノーファー96戦で遺跡後初ゴールを決めた。チャンピオンズリーグ決勝のドルトムント戦でも先発フル出場して自身初の同大会優勝を飾った。バスティアン・シュバイニシュタイガーとボランチのコンビを組み、バイエルンの安定した守備に貢献して三冠を達成した。2013から14シーズン。 UEFA スーパーカップのチェルシー戦で決勝ゴールを決めて優勝に貢献した。2015年12月18日にバイエルン・ミュンヘンとの契約を2021年まで延長したことを発表した。2019から20シーズンの CL 決勝の PSG 戦では出場機会はなかったがベンチ入りし自身2度目の同大会優勝を果たした。 2020から21シーズン遺跡が報じられる中、UEFA スーパーカップのセビージャ FC 戦では、決勝ゴールを決め、タイトル獲得に貢献。2021年5月4日、2020から21シーズン終了後に、バイエルンを退団することが発表された。 2007年には U-19 スペイン代表として UEFAU-19 欧州選手権に出場し GK、セルヒオアセンホや自身と同じくアスレティックビルバオの下部、組織出身の DF ミケルさん、ホセなどと共に戦った。グループリーグを1位で通過し、決勝トーナメントでは U-19 フランス代表や U-19 ギリシャ代表を下して優勝した。 19歳の時に U-21 スペイン代表に初招集され、2009年にスウェーデンで開催された UEFAU-21 欧州選手権に出場したが U-21 イングランド代表や U-21 ドイツ代表と同組となったグループリーグで敗退したが、2011年にデンマークで開催された U-21 欧州選手権に首相として 再度出場し、優勝を果たした。2010年5月20日、それまで、スペイン代表未招集だったにもかかわらず、ビセンテデル・ボスケ監督によって2010フィファ、ワールドカップに出場するメンバー23人に、選ばれた。5月29日、オーストリアのインスブルックで行われたサウジアラビアとの、親善試合で、81分に、チャビエル・ナンデスとの交代で、 途中出場し、スペイン A 代表デビューを果たした。6月3日、韓国との親善試合では先発出場して80分までプレーした。2010FIFA ワールドカップ本大会では、グループリーグのジリ戦で、シャビアロンソが負傷したために途中出場し、20分間プレーした。それ以降は、出場機会がなかったが、スペイン代表は、初優勝を果たした。 2012年のユーロロシア大会ではグループリーグのアイルランド戦のみの出場となったが優勝を果たした。FIFA コンフェデレーションズカップ2013では準決勝のイタリア戦でフェルナンド・トーレストの交代でピッチに立ちセンターフォワードとしてプレーした。2014年ワールドカップブラジル大会ではグループリーグ第2戦のチリ戦で先発フル出場したが 例からニット破れ、グループリーグ敗退が決まった。兄のアルバロ・マルティネスは、ディフェンダーとしてプレーする、サッカー選手であり、SD ・エーバルなどでプレーしている。プロテニス選手のアレクサンダー・ズベレフと交流があり、2019年の全米オープンのウォーミングアップに、ズベレフは、マルティネスのユニフォームを着用した。また、ズベレフは、トーマス・ミュラーやマッツ・フンメルスとも親しい仲である。 ユーロ2012優勝杯を掲げるマルティネス。ありがとうございます。